あれ沈んでる？あ、ちょっと待って。おおおおおお、引いてる引いてる。タモ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 、おっちゃんタモタモちょっと、いやマジで釣れてるわ。ね、ちょっと最近サビキとか飽きてきちゃって、まあアジでもいいんですけど、なんかね大きいタイとか狙いたいんですよ。なんか仕掛けとか釣り方ってあります？この辺で流行ってる。はい。遠投のカゴ釣り。遠投カゴ。遠投カゴ釣り。お。これはね、基本ねタイ狙い。お、タイ釣れるんですか？そう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 。こんな岸から？そう。どうせこの岸でもこの手前を釣るんじゃなくて、どうせこのチャリコでしょ。チャリコじゃなくて60、70まで狙っちゃう。ちょっと盛りすぎちゃいます。狙っちゃいます。そうそう。で、アモノも釣れるし、はい、寝魚も釣れる。寝魚もアコウとか、へぇ、ガシラとか、ちょっと死ぬとか、その仕掛け教えていただきたいんですけど、はい、うちはこういう、ほう、でもほんまこれロケットやん。あ、足元じゃなくて飛ばすんですか？飛ばすから、遠投カゴ釣りやから。へぇ、ロケットみたいになってるか、羽付きの羽付きの浮き、うん、本熱、そう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 、うん、これに、こういうね、カゴ、カゴ、カゴね、このカゴ、これはここがパカッと開いて、はい、巻き絵と刺し絵、これ全部入れといて、これがもう水中でパカッと開いて、はい、巻き絵と刺し絵が一緒に出てくる。へぇ、これに天秤をつけて、天秤、天秤ね、天秤ね、あ、下につけるんですね。そうそう、こういう感じ、浮きがあって、はんはんはん、重り付きのカゴがあって、それに、うん、天秤がつく、うん、でこの天秤の先にハリスがあって、針があって刺し絵をつける。で、先言ったみたいにここの中に刺し絵と巻き絵を一緒に入れて円筒を投げる。でそこまでついたらシャクルとパカッと開いて巻き絵と刺し絵が一緒に出てくる。ってことはもうすでに刺し絵と巻き絵が同調してるから、はあはあはあ、そら釣れる。目標ですよ。ポイント棚で開く、うん、あ、もう自分の指定したポイントで、そうそうそう、開くこともできる。シャク煽ったら開く。そう、シャク打ったら抵抗なく開く、うん、で、これのいいところは、うん、刺し絵がこの中入ってるから、ずっと守られながらずっと刺し絵もポイントまで行く。ああ、落ちてる最中に食われない。そうそうそう。あの、カゴ釣りの竿なんですけど、うん、どんな竿を選んだらいいんですか？サビキの竿とかでいいんですか、普通の。サビキの竿でできるライトなカゴ釣りもあるけど、うん、今日やるのは、もっともっと、そうそうそう、重めの重めの重りっていうと何号ぐらい？18号、10号、12号、重いとやったら15号とか、15号。今回は12号を使うけど、その12号を使うんでしたらどんな竿がいい？竿は最低でも3号やね、うん、3号の磯竿で、はい、遠投って書いてあるよね。削りに使うようなガイドがついてて、はあはあはあ、もう薄め磯竿やったらちっちゃいガイドになって、はい、抵抗がすごい、だって遠投が効かないけど、投げ釣りと普通のそういうチヌとかグレを釣る磯竿の中間地点みたいな。へぇ、竿自体は竿自体硬くて遠投が硬い竿やけど、でも投げ釣るほど硬くない。刺さるとちゃんと曲がって、あー確かに、勢いをいなしてくれたりやり取りができるっていうのが遠投竿。じゃあ大倉海岸で遠投カゴする際は、うん、遠投用のカゴ釣りの、まあ、磯竿を選んでもらったらいい。仕掛けはいろいろ種類あるけど、竿は本当に遠投竿一択一択。カゴね、ちょっと一発カゴって言って、もう一気に棚まで餌と一緒に運んで、バッて、こっちのタイプ、こっちのタイプにした。もうしらさやったらこっちの方が良さそうなんで、柔軟にね変えたんで。先生、はい、この白いの何ですか？2段ロック。刺し絵を入れます、巻き絵を入れます、締める。締めた時にここでね、小さく軽くロックがかかってる、ここね、引っ掛けがあって、うん、それを見えるかな、ここ引っ張るとこのね、ロックがね飛び出してくるね、ここね、ロックがこの状態から飛び出してくる、うん、そうなると蓋がほら振っても開かない。ってことは投げたぐらいでは全然蓋開かず、うん、飛んでいって
水面についた時にこのロックが水面でロックが外れる、そう、水圧がね、水面に当たった時の衝撃で、でそのままずっと水圧受けて沈んで浮きが立ってシャクルともロックが外れてるから簡単に開いて巻き絵と差し絵が一気に出る。じゃあ投げる時は絶対これ出してロックせんとあかん。そう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 、それを忘れんと、差し絵を入れて、まあ、便利アイテムですね。一発カゴにスマートに入れる。こんなスマート。よいしょ。よいしょ。こんなスマートなことがあっていいのか。で出してロックと。飛び。で今浮きが立って、棚取れたんで一発なんでちょっと大きく一発しゃくり入れました。これで仕掛けが出て巻き絵と同調してるはずです。やりました。毎回そんな感じだよ。毎回この魚も違う。じゃあ雑音がある。雑音がよかったよかった。今日タイはタイ。すごいね。でもちょっと浮きが何回か絞ったんで、で何回もちょっと棚を変えながら同じとこコース通して、だから3回目でこいつから反応が、多分そこ絞りがあるんで同じとこまた通せば、もしかしたら次はコブのないタイが釣れるかもしれないので、もうちょっと頑張ります。何撮ったあら、え、何も釣れてないんですけど。え、そう、あんなんでも嬉しいですよね。いや嬉しいよ。ペンチかなんかあるかな。かっちょいいやん。あれ沈んでる？あ、ちょっと待って。おおおおおお、引いてる。タモおっちゃん、タモちょっと、いや、マジで釣れてるわ。ごめんね、ちょっと右行こう。マグロちゃうか。え、なんか白いで。いや、旗は白いに見えたな。来た。あ、いいですか、タモ。もう来てる。あ、アコウ？ん？なにこれ？なにこれ？コブが…ちょ、笑うの早い。ごめん、ちょっと歓声が聞こえないんですけど、ラクさんはでも、タイはタイや。わーっと、わーっと、すごい。やった。斉藤さん、やりましたね。ありがとうございます。ちゃう、2匹目のコブダイ。キャメラマン、釣るやつは釣るってことで、キャメラマン、さすがですね。はい、ありがとうございます。あれ僕あ、竿持っとってくれてありがとう。あ、僕これ取るか。
やりましたやりましたねやりましたね。でもあのなんかあれちょっと、まあ、完成があんまりこぶついてあれこぶつきこぶつきあんだけこぶつきやったこうじゃなくてよかったっすね。そうそう分かってたよ、ちゃんと。いや、そう、分かってた、分かってた。あと、やっと分かった、金持ち。師匠のおかげで。先生、ありがとうございます。ええよ。もう、辛そうな仕事やな。いや、先生、ありがとう。さすが。先生に任せてたら間違いないですわ。